闇夜に浮かび、辺りを鮮やかに染める色とりどりの光。これまでに誰も目にしたことのない光と音が織りなす全く新しいエンターテイメント。それはまるで夢のように巨大なテレビジョン。ここ東京お台場からさまざまな情報やエンターテイメントを発信するテレビ局、フジテレビ。世界的にもユニークなデザインが特徴的な社屋は、高さ125メートル、幅200メートル、ずらりと並んだ窓の内側にはすべて LED が取り付けられている。その数およそ5万球。そして光をブラインドに当てることでさまざまな色彩を表現。フジテレビの社屋を巨大なキャンバスにして描く光のアート、それがグリッターエイト。グリッターエイトのプロジェクトが始まったフジテレビの会議室。この会議室のあるお台場はかつて海だった。幕末に現れた巨大な黒船を追い払うため海上に作られた砲台。それが時代とともに徐々に広がり、やがて大きな土地となった。そこへフジテレビが移転。その後さまざまな商業施設が作られ、今や日本のエンターテイメントの中心地となった。2020年には東京オリンピックのメイン会場の一つとなることから、さらなる発展が期待される。そんなお台場をさらに活性化するため、フジテレビがエンターテイメントの新たな火を灯したのだ。こうして始まったグリッターエイトは、まるでテレビのように映像的。それはこれまでさまざまな番組の CG を作ってきた映像のプロフェッショナルたちが手掛けているから。彼らはフジテレビの社屋を一つのテレビ画面と捉えた。数多く並ぶ窓はこの部分だけでも540枚。ところがテレビ画面に置き換えれば、たった540個のドットの集まりに過ぎない。たとえそんな小さな画面でも、映像の演出に携わってきた彼らには工夫次第で人の心を動かすようなさまざまな表現ができる確信があった。しかし彼らは映像のプロではあるけれど、イルミネーションについては素人同然。従来のイルミネーションはアイデアを形にするのに照明のプロの力が必要不可欠。イルミネーションに関する知識と経験が要求される。そこで彼らは映像がそのままイルミネーションになるシステムを作った。普段使い慣れたソフトで描いた映像が照明信号に転換されるシステム。これにより照明のプロの力もイルミネーションについての知識と経験も不要のものとなった。こうして簡単にさまざまな表現が可能になり、彼らは楽しい演出をふんだんに詰め込んでいった。どんなパフォーマンスで見る人を楽しませようか。表現に広がりのあるグリッターエイトは彼らにとっていわば大きな遊び場となったのだ。
gonna stop us now. 光と音が連動するこれまでにない映像的なイルミネーション。遊び心に満ちたパフォーマンスは季節に合わせてその内容も変化。新しい演出が日々追加され、お台場を訪れる人たちを毎日飽きさせることなく楽しませ続けている。かつてプロジェクトの始まりには、小さなテレビ画面と捉えられたフジテレビ社屋、それが後に巨大なテレビとなったのだ。そして今、グリッター8は一歩先へ。天気予報を表示してニュース番組と連動。さまざまなパフォーマーたちとコラボレーションしてのライブイベント。そしてさらに、スマートフォンを使ったゲームも。これからどんなパフォーマンスが生まれるのか。2020年の東京オリンピックへ向け、グリッター8の可能性は無限に広がっている。time.